ウィリアム・プリムローズは、ビオラの独奏楽器としての地位を確立した演奏家である。力強いボーイングによって、バイオリンとは明らかに違うビオラの魅力を示し、その後のビオラ独奏者のパイオニアとなった。また、ブリテンのラクリメやバルトークのビオラ競奏曲は、プリムローズのために書かれた曲であり、現代のビオラ独奏曲の誕生にも貢献している。父ジョン・プリムローズは、 オーケストラのバイオリン奏者並びに、ビオラ奏者であり、弦楽器の鑑定家でもあった。プリムローズはもともとは、バイオリニストとして、活動を始めるが、ブリュッセルで支持したイ、ザイの勧めで、ビオラに転向する。ロンドン弦楽史重奏談のビオラ奏者を担当した後、あと、1937年に、NBC 公共楽団の結成にあたり、トスカニーニに招かれて、アメリカに渡り、 主席ビオラ奏者に就任する。その後、ソリストとして活動する一方、プリムローズ弦楽四重奏団を結成し、演奏活動を行った。晩年は教育活動にも熱心で、インディアナ大学と南カリフォルニア大学にて、教授職を務めるほか、来日した際には、東京芸術大学や東邦学園大学でも、更新の指導に当たった。ありがとうございます。